神様。このアリ様を見てください。立っ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は近しい僧と避難を。無事だといいのですが。皆を手当てします。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。すでに行った。猛虎に攻め入られておったが追い返したぞ。ならば住職はそこに。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。たといお方だ。ある時兄と方針が口喧嘩をしたのです。すると孔明様は昼夜を問わず石に怒鳴ってみせました。二人は己を恥じて仲直りを。兄君と住職の仲は。父親のように慕っておりました。住職が猛虎に囚われておるなら好都合であるな。口車に乗せ追い払ってくれるだろう。孔明様のことが分かってきましたね。煙。集落からです。それが今は取られるのを待つウサギの気分だ。でも酒井さんと志村さん。ノリオ。追いかけ回してお話
をすべて聞かせてもらったことがある。どの話が良かった？忘れがたいのは3つだね。まさか住職。どうして全て燃やしてしまう？違います、孔明様ではありません。他を探せ。水桶からだ。藁の寝床、湿り気も。逃げおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。声を出すな。誰かが怪我を負った。血の海だ。急ぎましょう。滝のあたりを調べていました。血があり、飛び降りたな。滝の裏に洞穴があるぞ。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければ僧は逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ？これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自生の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか？猛虎に立ち向かえ。そして諦めずに
踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。口寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われるとは。手を結び猛虎を倒すぞ。本尊も見つけねばな。どうしてご本尊を。ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。今のは何の話だ。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの層も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。静まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で3人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を斬り寺を守れたのです。酒井様、あれを。寒い。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。
本尊を探せ。あそこ、大昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。岸寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と岸寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。堺様、ノリオ、僧を説き伏せたのか。納得したものの恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クロード、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大ハーンに立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。壁に僧が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。こっちだ、ノブ。
猛虎が来る。川から離れろ。ノリオ、どうした？なぜ寺を離れた？寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。
海様。これだけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする？杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか？無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。そんな、兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。Thank you.